ゃおりん。ブラシよ。カオリンはですね、このブラシで顔の周りを撫でられるのは大好きになってきました。ただ不思議なことにですね、手で撫でようとすると怒ります。でもすぐにブラシにはいい反応を示します。このブラシをですね、ここにこう添えておきながらまだか、今はブラシだけは信用すると。これはちょっと長期戦かな。このブラシもお尻のあたりはあまり好きじゃなくてですね、やっぱり顔のこの近辺ですね、あと顎はいいようです。少しずつ慣れてもらってですね、手でもいいように、はい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 、
あとはケージの中でですね、遊ばせることをちょっとやらないとやっぱり運動不足が心配ですので、今日はそういう取り組みもしてみようと思っています。はいはいはい、はい、大丈夫大丈夫。ここでちょっと遊んでたでしょ。なんかいい感じの遊び相手になってる風だね。ということで、ちょっとカオリンちゃんとアンズちゃんの仲の良さに頼ってみようかな。どれがいいかな。来たよ。しますけど、はい、来た。いまいち。じゃあエビ天、エビ天、エビ天、エビ天。あれ、アンズちゃん、
一つですか